片山隆太郎は、日本の実業家。片山豊、慶子稽古の子として、東京都で生まれた。慶應義塾高等学校、慶應義塾大学経済学部卒業、慶應義塾大学大学院社会学研究科修士、家庭修了、ハーバードビジネススクール経営学修士。妻は、自由民主党参議院議員で前内閣府、特命担当大臣兼女性活躍担当大臣を、務めた。 片山さつき。1994年7月、マルマン代表取締役社長就任、同社を再建して、上場に導く。3年7月産業再生機構執行役員、マネージングディレクターに就任、金棒、松屋電機等を責任者として担当、再生に成功。2006年10月、ジュリアーニパートナーズ在日代表、2010年9月、 ウィズパートナーズエグゼクティブアドバイザー2012年1月クリスティーズグローバルシニアバイスプレジデント兼クリスティーズジャパン代表取締役社長2018年9月マウンテンパジャパンマネージングパートナー兼 CO2020 年を API コンサルタンツパートナー2021年3月ジャパンクス特別顧問就任2015年1月より 日本アート評価保存協会理事、2016年6月より、東証マザーズ上場アドバンストメディア社外、取締役、2016年11月より俺の、株式会社社外取締役、2019年3月より、スタートバーン株式会社社外取締役、2019年9月株式、会社 API グローバルアドバイザリー取締役、同年12月東証マザーズ、 上場アクセルマーク株式会社社外取締役にも就任。過去、旧グッドウィルグループ社外取締役、レナウン社外取締役、医療アートメイク学会理事、東京経営者協会上無理事、日本ゴルフ用品協会理事、資格標準化機構評議員、英会話学校の場第三者調査委員会委員、ハーバードビジネススクールクラブオブジャパン理事、金棒、金棒化粧品 取締役、富士油業者外監査役等を歴任。企業再生、ガバナンス、M&A、アート等に関して、講演、寄稿、取材記事多数。著作に、PA ソローキンの社会道論と、その再検討、コンプライアンス経営者の覚悟、企業再生から学ぶ、知恵等。ありがとうございます。